当の飲食店である。運営母体は株式会社イデア1950年に創業した大阪、天満の風月が鶴橋和樹の源流である。この天満の風月から千倍足風月や伏せ和樹などが独立開業したが鶴橋和樹も同様に天満和樹からのれん分けの形で鶴橋駅前にオープンした。その後一貫して、 鶴橋店舗のみの営業であったが、1989年に株式会社イデアが鶴橋和樹の経営権を取得して、以降、1990年7月の弁天町店を皮切りに、多店舗展開を進めるようになる。現在も大阪府を中心に、関西地区に店舗が多いが、2000年4月以降は、関東地区をはじめたの地域への出店も加速している。とりわけ、 イオンモールや、ララポート、アリオといった郊外型のショッピングセンターや、ヨドバシカメラへの出店が多い。2005年3月、リンクアンと共同出資で株式会社 F&F を設立し、ビストロお好み焼き店、ワッハッハ、風月の展開も進めている。2007年12月に、韓国第1号店をソウルにオープン。後に、ミョンドンにも出店し、現在は韓国に3店舗。 台湾、シンガポールに2店舗、アメリカタイに1店舗を展開している。日清食品との共同開発商品として、2007年9月に、鶴橋和樹、焼きそばソース2人前、鶴橋和樹塩そば2人前、2008年3月に、鶴橋和樹、焼きそばカップ麺が発売された。イデアに関するカテゴリー、ありがとうございます。